第1位、山田優小栗旬、超モテ男。小栗の浮気現場を2010年11月、写真週刊誌がキャッチ。居酒屋で開かれた舞台の打ち上げで、隣り合った美女をラブホテルにお持ち帰りした、と報じられた、二人にとってラブホ騒動は最大の危機で、その直後の山田は、目の下にクマを作った写真がブログに掲載されたほど、それでも、山田は、小栗と一緒に行ったしゃぶしゃぶ店で、海外しく肉や野菜を予想など尽くし続けた。後に山田はファッション誌のインタビューで、疑惑止まりだと結果許してしまうと、寛容なところを見せた。だが、浮気発覚後は、山田が、小栗の携帯電話のメモリーを全部消すように指示し、それに従ったようだ、という話もあり、なかなかのしっかり者だ。初代ミス沖縄でモデルだった。母を持つ山田は小学生の頃、沖縄アクターズスクールに合格。14歳で3人組アイドルを結成して、華々しくデビューしたが、当時は同郷のスピードが全盛で、影に隠れた形だった。しかし、スタイルの良さを活かして、雑誌キャンキャンの専属モデルに、以後、同性からも好かれるキャラクターを確立した。この苦労人の良き伴侶を得た小栗に、シニカルなお隣基本で人気のコラムニスト、石原総一郎氏がエールを送る、奥様のヤサさんは、大変しっかりした方のようで、特に小栗さんの異性関係に対して、並々ならぬ警戒心を抱いてらっしゃるようです。結婚後も何かと規制が入るでしょう。嘆くことはありません。小栗さんは今後もそのルックスや人気を活かして、間違いなく、モテモテな日々をお過ごしになられるはずです。もし、奥様が放任主義だったとしたら、せっかくの浮気も色褪せてしまいます。いろんな困難を乗り越え、バレた時の恐怖心を克服して成し遂げてこそ、浮気の醍醐味を存分に味わうことができます。小栗さんが浮気への熱意を持ち続けることは、奥様にとっても大きな張り合いとなり、ひいては夫婦円満の原動力にもなってくれるに違いありません。持ちつ持たれつな感じで、どうか末永くお幸せに、CM の文句じゃないけれ、何があっても余裕のゆうちゃんか。第2位、小田切城、かしいゆう。小田切城さんとかしいゆうさんの離婚説が囁かれるようになったのは、先ほど触れた沖縄への移住なんですよね。小田切城さんは仕事の関係で東京に単身残り、かしいゆうさんと長男だけが沖縄へ移住したとのこと。これは週刊誌でも書かれていたのですが、東日本大震災の翌日に、小田切城さんは韓国での仕事のため、家を空けたのですが、その時にかしいゆうさんは、この子を守れるのは私しかいない、と元を取りじ、仕事人間な小田切城さんには、相談せずかしいゆうさんが、独断で沖縄移住を決めたそうです。おそらくこの引っ越ししたことが離婚説が浮上した原因と考えて間違いないでしょうね。東京と沖縄で別居中となると、離婚説が浮上するのも仕方ないことなのかもしれません。小田切城さんとかしいゆうさんに、離婚説に対して世間の反応は、やっぱりか、結婚したその日から離婚病読みのカテゴリーに入れていた、小田切城かっこいい、などの反応がありましたが、おそらくこの二人は離婚しないと思います。大きな理由の一つとして、昨年小田切城さんとかしいゆうさんの次男が、抗薬性イレウスという腸閉塞の一種で亡くしているからです。小田切城さんとかしいゆうさんにとっては、まだ1歳になったばかりのお子さんを亡くしたことになります。長男も可愛い盛りですし、そんな状況の時に離婚などするものでしょうか。仕事で海外に行くことが多くなるから安心してほしい、と思って結婚するほどを大ごとに思っていたのですから、悲しみに暮れるかしいゆうさんを、一人にはさせないと思いますね。でも、あの会見を見てかしいゆうさんは、こんなにも小田切城さんの笑顔を引き出したんだな、お互いを大ごとにし合ってるんだろうな、と微笑ましくなりました。離婚説が出ても私が離婚しないと思うのは、ここにも原因があります。あんな素敵な笑顔ができる、二人なのだから大丈夫だろうと。とても辛いことがあった、小田切城さんとかしいゆうさんですが、親子三人で乗り越えて、またあの素敵な笑顔を見せてくれることでしょう。第3位、
有賀さつきはだけ、元フジテレビアナウンサーの子、有賀さつきさんの元で、同局の解説委員だった和田圭さんが6月26日に、自宅で死去していたことが13日、分かった、死因などは明らかにしていない。フジテレビ広報部は本誌の取材に、6月26日に亡くなられ、すでに納骨も済んでおります。ご遺族のご意向により、公表を控えさせていただいておりました、とコメントした。有賀さんは2018年1月に死去、和田さんとの間にも受けた。長女の親権は有賀さんが持っていたが、死後は和田さんが成長を見守っていた。しかし、わずか3年半後に、後を追うことになってしまった。和田さんは学習院大を卒業後の75年に、フジテレビに入社。政治記者として首相官邸、自民党などの担当を歴任した。解説委員として多数の番組でニュース解説を担当。品の言い語り口の、わかりやすい解説で親しまれた、有賀さんとは02年2年の差13歳で、電撃婚をしたが06年に離婚。有賀さんが夫婦だったけど上司だった。彼とは言語が違ったなどと率直な言葉で、破局を語ったことも話題になった。第4位、高橋ジョージ・ミフネミカ、ロックバンド、ザ・トラブリューのボーカル。高橋ジョージが16日放送のフジテレビ系、ダウンタウンナウに出演、元妻でタレン、ミフネミカとの離婚裁判について語った。高橋は98年に当時16歳だったミフネと結婚、04年11月には長女が誕生し、おしどり夫婦とも言われていたが、ミフネが高橋から受けた言葉による暴力のモラルハラスメントを理由に、15年3月から離婚と長女の親権を求めた裁判が行われ、16年3月に離婚が成立した。離婚裁判に至った経緯について高橋は説明、ミフネから、大阪にレギュラー番組があるから、疲れるから向こうに部屋借りていい？と切り出されたといい、高橋は、俺の経験上、別居の9割は離婚、それは良くない、と反対したが、三船は娘を連れて大阪へ移住し、13年の年末から別居生活になった。一度、帰ってきた時に引き止めたんだけど、その後、弁護士から離婚調停の紙が送られてきて、4月9日かな、驚いた。晴天の霹靂ですよ、と説明した離婚の原因について、当時週刊誌では高橋のモラハラが原因だと報じられたが、モラハラって感じることだから、俺が生きてること自体がモラハラだと言われたら、しょうがないこと、と語った。離婚裁判は16年に三船側が訴えを取り下げ、協議離婚が成立した。高橋は、結局、離婚裁判やって、協議離婚してるんです。これってありえないこと。普通は、とし。でも離婚したい理由があるわけじゃん。それは何かわかんないけど受け止めている。と胸の内を明かした、共演者から、心当たりはないのかと質問されると、一つだけ、2012年、前の年俺の誕生日の日に、俺が悪酔いしちゃって、パーティーで毒ついちゃって、怒っちゃって、今日さ、本気で離婚しようと思った、と言われて、言うならば、それの積み重ね、こいつといると疲れるわ、みたいなことだと思う、この5年間で人にやっていいこと、と悪いことのボーダーラインは勉強させてもらった、と離婚の原因を推測した。第5位、及川光博断令、理想の夫婦としてメディアに取り上げられること、も少なくなかった及川光博断令の離婚、メディアが送ったコメントに書かれた。離婚理由を心理学の視点から解説します。11月28日、及川光博。断令夫妻が離婚を発表しました。以前、及川氏の浮気かもと言った。報道はあったものの、突然の離婚発表にメディアも大騒ぎとなりました。ネットなどでは様々な離婚理由が囁かれていますが、当人たちが認めた離婚理由は、ただ一つ、ゆとりでした。11月28日の離婚報告のコメントには、次のような文章が書いてありました。出会いから9年。2011年7月に夫婦となってから、7年間、共に学び、支え合い、仲良く過ごして参りましたが、互いが仕事に集中するあまり、時間的にも精神的にもゆとりが持てなく、なってしまったのが実情です。
及川氏は歌手としても俳優としても人気を博しており、男子もまた女優として高い評価を得ているだけに、どちらも多忙。その意味では時間的ゆとりがないのは、致し方ないのでしょう。では、精神的なゆとりがないとは、どんな状況だったのでしょうか。さらに及川氏は、長所は理想主義で、短所は完璧主義と自ら語っていました。過去には、怪我や火傷をしたらダメだからと、仕事がお芝居をしたり、人に見られる仕事だからと、及川氏が自宅での揚げ物を禁止していると男子が明らかにしたこともありました。ファンも楽しめることで有名なステージパフォーマンスは、こうした完璧主義だからこそできていたのかもしれませんが、ゆとりを失った時、柔軟な考えや姿勢を持っていると感じる状態になかったのかもしれません。戸田氏によれば、現代は時間に追われている、忙しいと感じやすい時代と言えるそうです。その原因として、他の論文を引用しながら次のように書いています。